はい、サブミッションね。E の赤鬼。これ来たね。ああ、まあ、サブクエで鬼退治っていうサブクエやって、このクエストクリアで、いつか手合わせ願いたいものですな、みたいな感じで終わったんで、これ一騎打ち申し込んでくるんじゃねえのつって思ってたら、来ましたね。で、向こうも来たねって言ってんな。はい。胸の高なる思いでございますと。道場での練武。まあ、勃拳とか使った模擬試合みたいな感じかな。やるんか。まあ、でも守護霊もらえるんでね。やっちゃいましょうか。はい、じゃあやりましょう。はい、じゃあね、行きましょう。まあ多分火属性だとは思うんですけど、一旦、毒つけて行きまーす。で、どうだこれ。いけるね。来いよ。いざ参る。毒の蓄積は厳しいか。蓄積をね、したいんですけど。はい。何それ、ちょっと待って待って待って、それはずるいって。お前属性ついてるな、肩槍に。それはずるいって、あんた。それはずるい。あ、ちょっと待って、これでいけるわ。はい、あ、やべ。オッケーオッケー。切れたね。いやー、ビビった、お前。あぶね。おっしゃ、勝った。足首レム社の中鎧、赤鬼の軽鎧だけ持っとくれよ。お見事でございます。秘伝の侍としての力認めねばなりますまい。はい、家康様は我が母直虎との縁がゆえか、拙者に誉れ高き赤備えを任せてくださる。この直政、その真に応え、ただ義をなさん。お、文礼により炎の虎。ああ、いやいやいや、こちらこそありがとう。はい、さすがですな、アンジン殿。E の赤鬼などと恐れられていても、この程度。ああ。いやいやいや、もういいかな。強かったな。はい。赤鬼の三角槍かな？ゲットしたね。
どれだ？多分、十文字ありの部類に入る、なんだ、こんなんもあったんだ。これか。非属性付与。まあ、槍で属性ついてるのは結構レアなんで、レアというか、まあ、使い勝手がいいんでね。はい。まあまあ、でも強めっすよね。変えとこうか。今よりも強いんで。で、赤鬼シリーズがなんとなく揃ってきてるね。いや、そんなことないか。はい。ということでした。言い方合ってんのかわかんないけど。エンコ。わぁ。このさぁ、耳がピコピコしてるのかわいいよね。虎であってもね。すごい勇ましいね、この。何この、羽衣みたいな。可愛いし、強そうだし。エンコ自身もまた戦いを好み、爪と牙で敵を引き裂くことを喜びとする。いい直政の炎のごとき闘志と信念は、いい家の当主を務めた烈女直虎。いい直虎。はい。いましたよね。守護霊と共に受け継がれた。赤備えっていうのを先代の、直虎さんが使ってたでいいのかな。まあ、受け継いでるんでしょうね、守護霊と共に。はい。こんなとこかな。あれ？こんなんいたっけ？こんなんいたっけ？まあ、多分雪女倒した報酬かな？うん、守護霊。応じれば、雪や氷の災いから人々を守ると信じられている。まあ、投資した人間や悲しみの中で命を落とした人間の魂は、うすらひちょうになるという。なるほど。了解。で、まあ、いろいろね、こう更新されてるので、情報もね、見ていきましょうか。これは見たっけな？家康の鳥居元忠、家康の幼少時代より付き従っていた老将で、まあ誠実なんだ。田心っていうのかな。まあ、一つの主に使い続けるってやつね。まあ当時はいろんななんていうのかな。主君に使えるっていうのも普通だったんでね。転職というかね。というのも普通にあったんでね。でまあそんな中で、一つに使い続けるっていうのは、まあ評価される、まあ、注意っていうところでね、評価されることもあったんでしょうね。はい。まあずっと頑張ったね。武田家とか。ずっと前だよね、これ。まあ、はい。忠義一途の頑固者で融通が効かないという一面もある。ああ、まあだから外国の人をね、受け入れるってとこにだいぶこう抵抗があったしね。まあそういうところはあるんでしょうね。はい。で、井伊直政さんはほとんど出てるね。徳川家配下の戦国武将。文武両道に優れる。ああ。優しげな美男子の見た目に反し、体には戦場で受けた傷跡が無数にあり、まあ、戦場ではね。で、二つ目を、今中を、なんだ、真ん中を読んでますね。まあ、軍の中核ということですね。直政さんの軍は、武田家求心を召し抱え、ああ、そうだ、赤備えって武田の、あれだよね。あれだよって、なんか、騎馬隊の装備だよね。はい。まあ、その赤備えプラス、直政さん自身のその、戦いぶりを見て、赤鬼と称されたと。はい。で、直政が2歳の頃、直政の父が、
謀反の嫌疑を受けて今川家に誅殺された。はい。で、それを引き取ったのが直虎ですと。はい。まあ、守護霊とともに、直虎さんからいろいろ受け継ぎましたということですね。で、あとは、福さん前回出てましたけども、この人結構露出があるよね。だから、なんだろうな、めちゃめちゃ寒いとこでさ、この服装は寒くないのって思ったね。鳥肌とか立ってないとか。まあ、でもね、陰陽師なんで、そこら辺はね、なんか、うまいこと、体勢使ってきてんのかなって。体勢つけてね。はい。あ、で、天界ね。いましたね。僧侶と、人生の前半分は謎に包まれている。が、出家した後は各地の寺院に学び、天台宗の僧になった。はい、まあ特にかな。まあここら辺は、まあ、特にかな。はい。ただまあ怪しいんじゃねえのみたいな感じですよね、この感じは。はい、あれ？まだある？あとはこんなとこか。はい。じゃあ、ちょっと前置きが長くなったんですけども、行きましょうでいいのかな。はい。じゃあ行きましょう。比叡山の間。今日の、なんて読むんだこれ。虎、牛。はい。まんま牛虎ですね。はい。まあ、鬼門とされる、まあ、危ない方向というかね、気をつけるべき方向っていうことですね。で、まあ、今日の危ない方向ですと、比叡山。で、延暦寺って比叡山だよね。確か。だからまあ、危ないところに寺を建てることによって、封じるとか、まあ、対策にしてたんでしょうね。はい。しかし、ケリーなる者の術によって、くさびが多数打ち込まれ、新玉を封じる結界は崩れる寸前。急ぎ参りましょう。あれ、この天界さんいい感じだね。ねえ、光秀さんとはなんか、まあ、光秀さんのこと知らないんだけど、裏切った人とはと、なんかとても見えないよね。まあまあ、今はね、なんだろうね。ちゃんといい人というか、ケリーの、企みを阻止するべく動いてくれるでいいのかな。はい。じゃあ、行っていきましょう。はい。比叡山は侵攻対象となる霊山であったが、同時に大きな兵力を持った軍事拠点でもあったため、信長により焼き討ちされたと。はい。そんな子供までもことごとく首を奪う。まあ、こういうところで、信長って信長さんはね、恨みとか分かってたんでしょうね。はい、じゃあ行っていきましょう。さあ、いきなりなんか見えるけど、あれは傘の妖怪かな。あ、大筒じゃなくて境鉄砲。じゃあ行きましょうか。武器はね、直虎さんの、直政さんの槍、ね、火属性ついてるんで。プラス、これはなんだっけ。フォーマ国行き。あ、どっちも火属性だ。いいね、いいね。もうちょっと変えようか。あ、で、そうだそうだ。ナオトラさんの武器もいいんだけど、このね、近接、牛角十文字槍の特殊効果に、近接攻撃で体力吸収ってあるので、まあ、そんなにね、牛なんで、低いですけど、地味にいいんじゃねえのみたいな。これもね、近接で敵を倒すと体力回復だから、これに変えとこうか。ね。いやー、でもなー、
まあ、でも一旦変えてみようか。どんなもんかわかんないしね。だから、守護霊の効果と合わせて、だいぶ回復するよ、これ。はい。じゃあ、行こう。あ、まあ、せっかく、ああ、どうかな。守護霊をそろそろ見直してもいいかなと思って、めっちゃあるもんね。霊力がめっちゃいるじゃん。ダメだね。非属性ダメージつくんだ。それはいいけど。麻痺付与。おー。まあ、これでいいか。すげえ使うな。で、これ傘だね。傘の妖怪だね、これは。一発入れよう。あれ？一発？さあ、どうしようか。方角的にはこっちなんですけどね。何？犬？狼か。ちょっぽが弱点かな、これ。ああ。間違えた。やーべ。危な。はい。今見てなかったけど、ちゃんと攻撃のたびに回復してたかな。もう安全だと聞いていたのに、なぜ？ん？これ何？霊石の塊的な？まあ、信長にね、寄ってやられた後、安全になっ、なんで待ってんだ？これなんか気になるね。アムリターの塊でいいの？あー、また同じ感じか。ほら。巨大な結晶の一角か。こやつら、他のあやかしとは違うようじゃ。これでは先に進むことすらままならぬ。やべ、もう俺が死にそうだわ。あ、こいつが回復してんのか。ちょっと待って、道理でなんかこう回復のなんかついてるなと思ってたんだけど、結構かかるの、これは。なんとか。これは厄介だね。あ、これでいいの？なるほど。あー、やったー。せいやー言うて、はい、やるね、オッケー。なんだこいつら、陰陽師か。なんじゃ、むしろ何を、ん？裏切ったのかな？ちょっと待って、落とさないでよ、こんなとこに。はい。研究してたんだろうけども、なんだ、裏切ったのかな？
そっから出られそう。一部生きてて一部死んでんのが気になるね、陰陽師だ。だからまあ、内乱と、おぉ。オオカミ。はいね。はあ、避ける。多いね、あなた。ちょっと。オッケー。で、どうかな。回復してる？近接で。わかんないなぁ。この30ってのは、このいかにも刺してくださいみたいな気になるよね。足食った。本来は別の場所から来るのかな？かもしんないね。またあの惨劇が繰り返されるのか。ここで食い止めねば。食い止める。死因の地下にかような洞窟を掘るとは、新人は時に恐ろしい力を生むものじゃが、信長はこの力を恐れていたのやもしれぬな。なんだここは。ああ、18回復してんのか。でもでかいな。でかいっちゃでかい。まあ、ちょっと入れ替えつつやりましょうか。こっちの方が攻撃力高いんでね。直政さんの槍で基本は戦って、まあ体力が低下してきたりしたら変えてね。今、しょ、もういない。そうか、矢もそうだね。全部取らない方がいいんだわ。もういないね。怪しい。石も全然使ってないもんね。ん？こっから上がれる。2箇所だね、今見つけてんのが。向こうにと、ここで。どうぞ上がってみようか。あれら？どこですか、ここ。あ。いや、違うか。溢れています。急ぎ近い。最初の落とされたとこに戻ってきたかなと思ったけども、違う。ん？いや、合ってるな。合ってる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 。戻ってきたね。そうか、ここで戦ってて落ちたんだ。なるほど。で、ここは上がれない。で、小玉がいる。はい。開かない。どうですか。待って。じゃあ、地下から、地下でね、もう一個登る階段があったんですよね。ここ行ってみようか。はい。この落下ダメージはね、多分この、落下攻撃を入れるタイミングで若干ね、遅らせれば、おー、いたー。お前か。で、これちょっとね、ちょっと気になってたんですけど、
こでわかんないかな。塗り壁のね、説明があって、そこで友好的な態度を取ると、なんか、いいみたいなこと書いてあったんで、どれだろうな。お辞儀してみようか。怒ってない？違う。正解。わかんない。このさ、青、黄色、赤で、なんか分かれてたんで、なんか、それっぽいので。一応ね、青がダメだったんで、黄色にしてみましたね。なんだそれ。はい。じゃあ、まあ、こうやってなんかこう、どう言ったらいいか分かんないとこに、アイテムあるときは、塗り壁を疑うのが、正解なのかな。で、上上がってみて、これがどこに続いてんのか。あー、ここか。多分、さっき開かなかった場所ですね。はい。これが何の意味あんのか。わかんないけど。まあ、いっか。落ちてこのまま来ればすぐ行けたってことかな。はい。じゃあ先に行きましょう。どこにね、小玉がいるんですよ。よし。で、ここに敵。塩。塩もね、多分効果的にもっと使うべきなんでしょうね。妖怪の記録ゲージを大きく減らすとかあったんで、使い道なんでしょうけどもね。これ変えとこう。これ変えて、あー、びっくりした。そこかい。OK。あれ、このステージはなんか出待ち感少ないね。再来？あ、最近殺されたのかな？多分、あ、ケリーか。ケリーが来て悪さしてんのか。で、それでまあ、信長の再来って言ってんだね。セーブ。お金打てないの。セーブしとこうか。はい。16,000あれば上げられると。いけますね。2万ある。綺麗石。使って、さあどうしようか。体力はね、どうしようかな。まあ、何あげても体力って割と上がるんですよね。だから、どうしようかな。義にしとこうか。いや、武にしようか。武を20、あ、真にしよう。真を。それぞれ20まで上げよう。5はいいや。まあ結局多分全部上げるんだろうなとは言いつつも、上げる順番はね、一応考えておかないと。俺はどうしようか。やんなきゃいけない感じでしょ。あいつ。あいつ邪魔だな、多分。
こっち来てくんねえかな。いいよねお前は。あー最悪。雑魚に持ってかれるとすごい落ち込むね。カッパスルーできるけどってやつか。やっとこうかこれは。いやちょっと待てよ、いるぞ。あーまあこれはこれはとか言ってね、あんた。あ、燃えてる燃えてる、めっちゃ燃えてる。オッケーオッケー。やっぱね、炎上ダメージとか、そういうなんかこう、なんだ、相手に対する持続ダメージがね、つくとでかいよね。スリップダメージか。さあ、こんなもんか。ただ、カッパはやっときたいんだよな。カッパはね、いいアイテムを。出るんじゃないかつって、これ落ちそう。すごい。OK、 なんとか追い詰められると、こう飛んでね、アタックしてくるんで、あれをなんとか避けたかったんですけどね。なかなかうまく避けらんないですね。ん？ああ。落ちてた。オッケー。まあでも、近接で体力回復はまあつけなくてもいいかな。結局攻撃すればアムリター吸収できるんで、それでね回復が結構間に合ってるんで、今のところはね、ある程度はね。蜘蛛の巣あるからな、こういうのマジで。ちょっと相手出てきた。お前結構ね強いんだよ、地味に。こういう増強がね効くんだよ。で、雲はいない？いない？いないね。ん？はい。で、そうだそうだ。アイテムでさ、武器の熟練度を即座にいくらか上げるみ、あ、これだ。これ結構持ってるから使おうか。これでほぼほぼマックスでこういうことしていかないとね、ちょっと。で、愛用度が増すと多分ね、攻撃力とか上がるでいいんだよね。あと特殊効果もね、確かパワーアップされるんで、なるだけ狙ってった方が。これは雷鳴か。いや、獣の唸り声のようだ。はい。うーわー、今回入道がアムリタの加護を受けてますね。お前だけ来い。いやー、どっちもか。しょうがないな。離れたら多分これ、バフ受けないとかじゃない？いや、関係ないな。
ッケー。あーでも炎のあれが効いてんな。ただあいつな強い弱点ないかどっかベロかな。どうだ、ちょっと大筒で行きましょうか。大筒構え。あ、でも。ほい。ん？大筒構え。オッケー。なんとか炎のあれを入れる。しびれだね、あいつの下食らいたくはないな。やべ、あーぶつけてか。今対策が分かった気がするね。突進を誘発させて壁にぶつけてか。これあんまり突進すると落ちちゃうから、もう穴開けていや地下で研究しててこれの成果が出たのかな、わかんないね。まあちょっとこのアムリタの塊はあんまり無理に攻めない、壊し全身で壊すな。でどうしようか。よし、ここら辺パッと見て、あーこれのちょっとね注意しないとね、忘れたこの頃に雲来るからな。血型なぜか毒活の長助、まあいいや。下降りられる。どうしようか。こっちが正式なルートなんだよね。あ、ちょっと待って。一人いますと。だけ？かな？はい、まあ話も聞けるんで、じゃあちょっと下降りてみようか。やっぱ下降りて、あー長助もやっちゃおうか。来いよ、やってやるから。鎖釜、まなしかはい、会話が聞けるならと思ったんですけどね。まあ、特になしでしたね。すーごい突っ伏してんね。はい、起きた。これはなんとか銃。そこに標的がいますと。お、やばいやつもいますと。多分あそこに落ちてくるんじゃないのかな。これ動くね。
あ、上見ないと。再び世に出られた矢先、早々にこの地が狙われようとは。あ、再び。ここでやんのは得策じゃないよな、こいつ。オラフキサルタヒコ。やめとこう。狭すぎるんでね。これ動くでしょ？必ず一体ずつお願いしますと。矢はどうだ？ない。何やら鬼とは違う、よからぬものが紛れ込んでおるようだ。うん。お。これは、ほっとこう。いや、回収しとこう。いいね。いいね。鬼がのた落ち回ってんのいいね。特になし。あー、また見てなかった。くそ。帰り討ちに遭うとは。おとなしくあそこにいればよかった。ん？どこ？どこだ、ここは。ん？どこに来たんだ、俺。光秀様がご存命ならば、今一度我らをお助けくださったであろう。この人たちは光秀のことを天界とは認識してないってことだよね。どうだろうね。どういう、あれなのかな。こいつやっちゃおうか。来いよ。なんだそれ。雷の槍か。さあ、お前は焼かれて死んでしまえ。いいね、強いね。はい。ん？ああだね、ここに落ちてくるんだね。やばいね、ここに落ちてきたらやばかったね、結構。それはよろしくないね。あやかしを調伏するのが我ら陰陽師の務めとはいえ、かように責められては。はい、まあ限度がありますよってことだよね。やれるにしても。 OK、 じゃあこれはやってみるか。やってみるか。お前ならいいや。単体ならね、ただこの段階で単体で出してくる意味をちょっとなんかありそうなんだよね。だいたいこうなんかと混ぜるかしてくるんだよね、幽閉とかね。まあ、特になかったっすね。うん？うん、大丈夫。
さあ、じゃあ、下見たんで。こっちから来たよね。で、おそらくだけど、繋がってんだよね。こっから落ちて、あれ、俺どっから来たんだっけ？あっちから来たんだよね、確か。あっちから来て、ここにいた赤鬼と入道を倒しましたと。で、さっきはこっから降りていったんだよね。で、行き道はこっちと。で、多分この先のあの、社が、出口に繋がってんだよね、さっきの。下の、地下道とね。違うわ。でも、この先でどっか繋がってんじゃないかなと思うんだけどなぁ。あれか。だいぶ無駄にした。繋がってないかなぁ。繋がってると思うんだよなぁ。あれか。もうちょいこっち来て、多分あれだね、あそことつながってるね。いや、それならそれでいいわ。んだ、誰、おーっと、結構いますね。ん、ジョージュ・ニュエイン、少子。まあ、開発関係者の人でしょうね。少子したんだ。ちょっと、多いわ。今、囲まれてる。オッケー。さあ、ここでしょ。ここが繋がってんだよ。あー、繋がってましたね。よかった。じゃあセーブしようか。セーブしようかでいいか。じゃあ次回セーブして、セーブした続きからかな。やっていき、あー、今ちょっとレベル上げしとこうか。はいか、次回でいっか。じゃあ次回ね、レベル上げて、続きやっていきたいと思いますというところで、今回は以上になります。ありがとうございました。